このスピーカーの音が、あの実際の放送に乗ってる音です。この曲から、はい、さあ時刻は11時を回りました。 FM ギナーをお聞きの皆様おはようございます、こんにちはかな。さあこの時間はトップインタビューの時間でございます。この番組はですね、いろんな分野で活躍をしている方、頑張っている方をですね、スタジオにお呼びしていろいろとインタビューをしていこうという30分番組でございます。ギノアンヒルズ通り FM ギノアンの海が見えるとても素敵なスタジオからですね、この後11時半まで30分生放送でお送りしていきます。お相手は FM ギノアンの山内です。皆様ぜひ、最後までお付き合いよろしくお願いします。さて今日もですね、素敵なゲストさん来ていただいております。それでは早速自己紹介お願いします。金浜さんから。はい、宜野湾市地域活動支援センターハッピーワンで活動しています金浜克也です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。金浜さんね、以前からですね、僕ハッピーワンっていうのは知っていて、名前はですね、はいはい、で金山さんのこともちらちらちょっと聞いていてですね、ぜひお呼びしたいなと思っていたので、はい、よかったです今回、はい、ありがとうございます、はい、そしてはい、すいません、沖縄国際大学4年次の木町ひろです。今ハピアンさんに実習生としてお世話になっております。じゃあ後でまたその感想も聞きましょうね、実習のね、はい、はい、よろしくお願いします。さあ、この番組はですね、皆様のメッセージそしてご参加をお待ちしております。メールアドレスが797@fmginoan.com 797@fmginoan.com またユーストリームとツイキャス、そして、サイマルラジオでネット配信も行っております。ぜひ皆さんツイキャスはね、気軽にコメントも、参加することができますので、金浜さんとかね、また、ギマさん、千尋さんにも、ぜひメッセージお待ちしております。どんどん気軽に、絡んでいただければと思います。それでは、9月12日本日のトップインタビュー始まります。さあお送りしておりますトップインタビューでございます。今日もですね、本当に素敵なゲストさんに来ていただいております。ハピワンの金浜さん、施設長でございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてそのハピワンにですね、今実習生として来ている沖国大の4年生ギマさんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、金山さん、まずですね、やっぱりハッピーワンってどんな施設かちょっと教えていただけますか。はい、3年前の8月に、はい、この宜野湾市の普天間で、はい、活動スタートしています。3年前から。3年前ですね、平成27年ですね、はい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 、8月に、うん、解消しています、はい、で解消の目的というのは、はい、まあ障害を持っている方々の、うん、まあ、居場所というところからスタートしてるんですね、はい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 、で実際にこのハッピーワンが活動する前のこの名称というのが、うん、はい、今は地域活動支援センター、地域活動支援センターなんですけども、うん、はい、その最初のこの沖縄に誕生したところの場所という名称がまた別であって、はいはいはい、これはあの地域生活支援センターだったんですね、はいはいはい、これがそのいろんな法律がこう変わって変わって、で今地域活動支援センターってなったんですね、はいはいはい、で地域生活から地域活動にこう至った経緯っていうのが、うん、はい、最初はこう居場所でスタートするんですけども、うんうんうん、居場所でこう人がつながると、はい、やっぱりこう
いろんな人とのつながりのこの安心から、はい、最初はその自分の生活リズムを整えるっていうところで地域生活支援センターだったんですけどね、はい、地域生活支援っていうところからいろんな人とつながっていくと自分のエネルギーをこう誰かのために何か使いたいなっていう活動したいなみたいな活動に変わってくるということですね、はいはいはい、そういうことですね。でそれから今まあ地域活動支援センターっていう形がまあスタンダードな名称になってます、はい、これはあれですか、何か市の機関とか県の機関とかそういったことですか。そうですね、最初その地域生活支援センターは、はい、沖縄県とあと国も絡んだ公的な機関だったんですけども、はい、今は各市町村単位で、はい、今私が所属しているハピワンは宜野湾市からの委託事業という形で、はい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 、この27年の8月から、はい、活動しています。金濱さんは今施設長でございますが、はい、この前その生活生活支援の時はですね、はいはい、から施設長僕がこの入ったこの福祉の入り口は、はい、精神障害者が通う小規模作業所っていうところだったんですね、うん、この小規模作業所っていうのはその名の通りで、はい、小さな規模で活動する、うん、まあ、作業所作業する活動場所っていうところなんですけども、はいはいはい、まあ、糸満市の小規模作業所の方でそういう福祉のサポートっていうのを、まあ、初めて1年生でやらせてもらいました、はい、はい、でこのハッピーワンができてから施設長ずっとやっている。そうですね、これもちょっとなんかすごいなんか本当に事故のような感じで施設長になってしまったんですよ、うん、私この宜野湾市に来る前、まあ、来たのは去年の7月なんですけどね。あ、そうなんだ、はい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 、4月でまだ1年ちょっとなんですけども、うん、その前は那覇の方で同じこの、まあ、業務をさせてもらって、はい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 、那覇のこの場所は、うん、平成16年の5月6日からやってました、はい、で、平成29年の7月9日までそこでやってて、はい、7月10日からハピワンっていう形なんですけども、当時その平成16年始めた時は、はい、本当にもう相談員っていう形で相談員、はいはい、入らせてもらって、はい、で、その2年後にこの法律がちょっと変わったんですね、うん、平成18年、はい、その時にちょっといろんなまあ、サービスをこう作らなきゃいけないとか、うん、これまでやってたところがちょっと危ういとか、うん、そういう状況もあって当時の施設長が、はい、私の上司にあたる方がこの所属しているところとはまた別の団体も立ち上げてたんですね。ほうほうほう。でその新しい法律に乗ることが難しいかもしれないということで、僕ちょっと辞めてそこにサポートするからあんたやりなさいねみたいな。あ、はい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 、はい、でそれで入職して、まあ、2年目で、うん、なんか施設長みたいなことをやらせてもらって、でもう何もわからない形でやったので、うん、もう先に入っている先輩方たちからこう教えてもらって、うんうん、で一番教えてもらったのはその先輩たちもそうなんですけども、はい、その利用者さんから、はいはいはい、こうじゃないよああじゃないよみたいな形で教えていただいて、はい、なんとなくやって平成18年から、うん、昨年の29年までなので約何年ですか、18年ちょっとぐらいですか、ね、あんなに、はあ、すごい、ま、18年ごめん、ちょっと盛りました盛りましたね10年ぐらい10年ちょっとですね、はい、緊張してもいえいえ、そうですか、はい、ちなみにそのハッピーワン、今のハッピーワンさんですね、具体的にどんなお仕事があるんですか。じゃあそこは実習に入っていただいている、ね、はい、ギマさんがどれだけちょっと把握していただいたか、うん、ちょっと逆に僕も質問してもいいですか、ね、はいはい、どんな感じですかハピワンって、うん、仕事ってことですか、うん、どんなこと、あ、どんなこと、うん、どんなこと、はい、そうですね、うん、職員の方がどんな仕事をしているかってことですかね、うん、あ、なんだろう、私先週1週間別の地域活動支援センターに行かせていただいてたんですけど、はい、なんかそれぞれやっぱ場所によっていろいろ特徴あるんですけど、うん、ハピワンはなんだろう、はい、より生活の場に近いような場所で、うん、なんかこの職員の方も利用者の方も、うん、なんだろう、すごい密接に関わっていて、うん、
なんだろう、その関わりからその相談を受けて一緒に考えたりとか、そういうことが仕事なのかなって一応感じています。なるほど、どうですか金山さん。はい、はい、なんか素晴らしい、すごいちょっとなんか涙が出そうな生活ね、より、はい、寄り添っているという、はい、僕がこのさっきご案内した糸満のこの小規模作業所っていうのは、はい、うんうん、作業所のこの活動メニュー、はい、午前中午後を通して生活リズムを整えていくんですね、はい、で実際に作業メニューもいくつか揃っていて、はい、それに合わせて本人の、まあ、不得意得意をこう、まあ、克服するきっかけになればいいなということで、はい、まあ、大体皆さん得意のやるんですけどね、それでもトラブルが起こるんですよ、はい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 、トラブルが起こると、うん、なんでこの好きな仕事させてるのにトラブル起こるんだろう、やっぱりこれが精神的な課題、特にこの私がこう入職したところは正式名称がその精神障害者小規模作業所というところなので、はいはいはい、精神的な課題に伴って、うん、やっぱりこうトラブル起こるんだろうなと、でもそれはなんでトラブル起こるんだってこう利用者さんに聞いたんですよ、はいはい、そしたらどんな作業メニューでもいいから、うん、一人一人の長所が伸びるような形で活動できるんだったら、はい、どんな活動でも僕は喜んで参加するようだったんですよ、うん、鳥肌ですね。で僕はその当時は、はい、今でいう統合失調症がまだまだ精神分裂病と呼ばれているような状況だったので、うん、精神分裂病の何々さん、うん、躁鬱病がひどい何々さん、うん、転換がひどい何々さん、うん、そういう風な形で覚えなさいっていうことを先輩から言われて、うん、その本人の持っている精神的な課題が悪くならないように関わりなさいだったんですね、うん、はいはいはい、そうするとやっぱりそういう見方になってしまうんですよね、はいはいはい、一人一人のその長所、うん、取り柄っていうのは僕全然見てなかったんですね。なるほど、じゃあ見るためにはどうしたらいいのか、はいはいはい、っていうのがさっき千尋さんが話してくれたことだったんです、うん、まあ当たり前のように、はい、本人と同じ目線で話をして、はい、うん、本人の興味を何があるのかな、あるいは何が苦手なのかなっていうのは、はいはい、やっぱりこうちょっと輸託しないとわからない、わからない、うん、ということで作業しながら輸託をするようになったんです、はい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 、そしたら、うん、転換持ちの不愛想な男性が、うん、実はとってもお母さん思いで、自分のその思いとお母さんの優しさがちょっとぶつかってしまって、結局自分が障害者だからっていうところで、はいはいはい、こう我慢してる姿があったんですね。お母さんとしてはすごいもう80代のお母さんだったので、もう腰をこうトントンしながら自分の料理を作ってくれること、その男性だったんですけどもね、そのまあ息子としてはお母さんにこう親孝行したい、でも転換を持ってる彼は発作が起こって意識がふっとこうなくなるのをお母さん心配するから、あんたは何もしないで座ってなさい、私がやるからっていう、そこがお母さんの愛情なんですけど、はいはい、本人からするともう80にもなるお母の面倒が抜けられない、もう50代の俺って最低みたいな、そういうのがあるんですよね。でもお母さんが安心するんだったら、うん、自分はそうするかみたいな形で、なるほど、そこで葛藤がやっぱりいっぱいあるんですね。それが、うん、まあ鬱積した状態、いわゆる誰もがそんな経験をすると、うんうん、同じ形でそんな状態になると思うんですよね、はいはいはい、でも僕らはたくさんの人をこうサポートしていくと一人一人のその個性が見えなくて、結局転換の何か症状かもしれないね、彼のその固くなな表情は、あの固くなの表情の中にはお母さんに対する愛を出したいんだけどもそれができない葛藤の苦悩の表情に過ぎなかったんですよね。それを私たちはなんか症状でピッてこうなんかレテルをつけて、それをなかったことのようにするためにお薬でもっとちゃんと飲みなさいとか、なんかそういうちょっとこのあべこべな感じがあったので、そうじゃないなっていうのをやっぱりまあ当時こう教えてもらった。でそれをこうどん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 こう、じゃあみんなと話しする、ユンタクするっていうのが大事だねということで、まあユンタクするにも本当にもうなんかもう仕事やってますかぐらいの勢いの感じでこうなんかクレームもありましたけども、花見さんユンタクばっかりして仕事してるとか、なんかそういうのもあって、なんかだからちょっとメリハリがすごく大事だなっていうのがあるんですけども、だからちょっとまあ、実習をしていただいている彼女からすると、なんかすごく、まあ、ハッピーワンが精神保健福祉士としてどういう風な形で何が必要かっていうのをこう学びに来てるんですね、はいはいはい、でここでちょっと初めて出た精神保健福祉士については後でまた彼女から、そうですね、じゃあ一旦 CM の後その辺は、
はい、ギマさんから聞いていきたいと思います、はい、それでは一旦 CM です。はい、じゃあ、ギマさん、これ振るよ、なんだっけ今、精神保健福祉士なんなのみたいな、なんなの、世界の人が分かるように答えるっていう、1分ありますよ、ギマさん、頑張れ頑張れ、ちょっと、なんなので、じゃあ最初は金山さんにあれ聞きましょうね、きっかけ、福祉に入ったきっかけ、しました、その間にじゃあ考えてください、はいはい、あと20秒で入ります、あとちょっとコメントも紹介します、 CM 明け、はいはい、来てるので、CM の合図とか、いや見てくださいね、僕ずっと喋りっぱなしなので、はい、大丈夫です、はい、さあお送りしておりますトップインタビューでございます。本日は、普天間にあります、地域支援地域活動支援センターハッピーワンハッピーワンからですね、はい、施設長の金浜さん、そして今実習に来ていらっしゃいます沖国大の、ギマさんに来ていただいております。さあですね、コメントも来ているので紹介しますね。大塚健二さん、こんにちは、埼玉からツイキャスで見ていますということです、そんな大塚さんからギマさんに、自分の思ってること話せば大丈夫ですよありがとうございます、はい、もらってますが、ありがとうございます。ですね、大塚健二さん、そんな前半聞いてですね、人と関われる関わるが何よりも薬かもですねって来てます。どうですか金山さん。はい、大塚さんのおっしゃる通りで、うん、僕らはこの精神的な課題をこう持った人、はい、特にその眉間に視野を寄った人のこの症状を見ると、はい、僕らのこの人間としての本能は、うん、どうしてもこの眉間に視野を寄った人に対してなんかほっとけないっていうのがあるんですけども、はいはいはい、どの時代からかわからないんですけども、うん、それがこのなんか精神的にこう異常な行動みたいなところで、はい、なんか大丈夫かねって思った瞬間から、なんかこう大丈夫っていう風な言葉をなんか言わなくなったんですね。どうなるかというと、うん、さっき大塚さんが言われたその人とのつながりをこうなくしちゃうんだ、作るためにはい、はい、SOS が発信できない状態になった時に人はおかしくなることができるんですよ、はい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 、おかしくなってそれでこうメッセージを出すんですよ。なるほど。そうすると、はいはい、大丈夫ねっていうのが普通の人間なんですけども、うん、僕らはその大丈夫ねをいつから知らないですけども、うん、なんかこうなんかすごく面倒くさがって、これは専門家に見せた方がいいよねっていうことで専門家に連れて行こうとするんですよね、うん、でもその専門家は本人のことよくわからないので、うん、大丈夫ねっていうふうなところの前に、あなたはこれまで何してましたかみたいな形の情報収集から、はいはいはい、信頼関係から作ろうというところから始まるので、うん、信頼関係を作るっていうのは本人のこの今のエネルギーからすると、うん、とてもすごく大変なことなんですよね。だこれまでのあるこの関係の中で、信頼関係がある人たちの中で、うん、それをこう、まあ、ゆっくりゆっくり何があったの、はい、っていうこの質問に対して、うん、ただ困っている人が答える、はいはいはい、それだけで精神的なこの状態っていうのはだいぶにこう整理される、うん、で今ちょっと気になるのが、本当にこのおかしくなることについて、はい、本当にこう苦悩して、うん、辛い思いをした結果だけども、はい、その結果がとっても長くなると本人のために良くないということで、うん、まずはお薬でそれをなかったことのようにするのが、うん、とってももったいないなと思ってて、はい、そのなかったことのようにすると、接客本人が葛藤して、うん、今の状態になったのは何だっけっていうのが分からなくなる。でせっかくこの辛い思いをしたのであれば、誰かとそれを共有すれば必ず気づきと学びが得られて、うん、辛い思いをしたおかげでっていう次のステージに行けるはずなのに、そこが、はい、なかなか僕らは立ち止まって、うん、大丈夫ねって声をかけることも躊躇するぐらいの躊躇しますね文化を作ってきてしまってる。で人間関係っていうのが結構ストレスの一番のトップワンじゃないですか、はい、だから煩わしい人間関係ストレスの原因になるのをこう切って、うん、一人でも快適に過ごすことができるライフスタイルっていうのを僕らはまあ作ろうとしている、はい、で困った時には普段
つながりがないから SOS の出し方が下手くそになってしまって、あの人に今このタイミングで出してしまったら嫌われるんじゃないかとか、変な人と思われるんじゃないかみたいな、まあそういうところでずっとかたくなに迷惑をかけないように頭に、そうすると安心してください、人間はちゃんと命の防衛反応があって、おかしくなることができるんですよ。それが SOS。 はいはい、そのおかしくなることができるのが人間のとっても素敵なところで、それをこう問題視する私たちの眼差しそのものが逆におかしいのかなっていうのはあるんですね。なるほど、やっぱ深いですね。そんなやってちょっと僕初めて聞きました、こういう発想。はい、素晴らしいと思います。いや、というのもそういう発想を持たないと自分自身がなんかもう自分自身でなくなるというか、なんか壊れていくような、恐怖、実は自分の根底にあって。なるほど。さっきあの小規模作業所に私入るきっかけは、まさにあの自分自身が精神的におかしくなって、薬をこう飲んで治そうと思ったけどうまくいかなくてっていう、そのやっぱり苦い経験というか苦しかった時代があったんですね。で14歳の時にこう急に眠れなくなって、それがこうきっかけであの精神科病院にこう入院をこうしなきゃいけない状態になったんですね。でもその入院先となる精神科病院の方でたまたまいとこが心理師で活動されてて、いとこが止めたんですね。14歳でちょっと入院すると退院のタイミングがちょっと難しくなるから、ちょっと入院じゃなくて通院にしようということで、その時のいとことの出会いが今の自分をこう作っていてですね、やっぱり最終的には言葉だったなっていう、つながりだったなって。なるほど。先ほど その大塚さんが言われた、私はそのいとことのそのつながりに伴ってかけられた言葉が今の自分を作ったなというのが、ね、なるほどですね、素晴らしい。さあ、この番組もうそろそろお時間となってきましたが、ギマさんに課題がありましたね。はい、何でしたっけ、はい、作業、あ、精神保健福祉士とは、はい、はい、そうですね、多分簡単にこの言葉をそのまま理解すると、うん、はい、の精神に障害のある方の支援をする職業みたいな感じなんですけど、私が実習して実際に感じてるのは、なんか支援をするんですけど、なんだろう、この上からその人に対して、なんだろう、これした方がいいよ、あれした方がいいよっていう上からの支援ではなくて、なんか一緒に考えて悩んでどうしようか、じゃあこうしてみようかみたいな、なんだろう、一緒に前に進んでいく支援をする職業だと感じました。それが精神保健福祉士。なるほど。それを、ハッピーワンで習ったと。はい、あ、すごい、もう素晴らしい。あ、もうなんかちょっと今本当に泣きそうですね。なんというまとめでしょうか。素晴らしいですね。どうですかこれ聞いて。そうですね、はい、私この今ギマさんがおっしゃってくれたその内容、当時のその心理師も同じ形だったんですね、高校受験を控えててなかなかやっぱり精神的におかしくなっていけない状態、それをこう、まあ、心配してかけてくれた言葉がとても今を作ってくれたんですね、人間の素敵なパワーが2つあると、1つは未来を予測して計画を立てて生きることができる力、でももう1つ素敵な力は、計画倒れしても生きることができる力がある、この言葉が今の僕を作ってくれたというか、その僕と同じような目線で悩んでくれた、さっきギマさんが一緒ったような形で、心理師のいとこは自分のことのように一緒に苦悩してくれたっていうのがあったおかげで、今僕はここに座ってるのかなと。なるほど、思いました。素晴らしいですね。今日はですね、もうお時間となりましたが、また来てですね、今度はですね、金山さんの人となりについてやっぱりいろいろと僕は知りたいなと思ったので。 ありがとうございます。はい、はい、ぜひまたいらしてください、はい、そしてギマさんもいつまで実習。あ、今週の金曜日まで。あ、金曜日まで、はい、あら、じゃあちょっと、金山さんもね寂しくなるとは思うんですけど。はあ、まあまあでも、はい、このつながり、まあ本当に僕らはどこまでそのつながった形の意図をこう自分の人生の中でこう大事にすることができるかっていうのをやっぱりこう感じるっていうことが結構大事なのかなとは思いました。はい、なるほど。すごいですね、僕金浜さんの印象、目がキラキラしてるんですよ本当に。そして
なんかね本当に前向きにパワーを感じるので今日お呼びしたんですけども、実際やっぱ話してみてもそれが深く感じれてですねとても良かったです。ありがとうございます。ぜひまた本当に来てですねもっと深いところを聞いていきたいなと思いますので、はい、はい、ありがとうございます、はい、今日は本当にお忙しい中来ていただいてありがとうございます。いえいえ、こちらこそ、はい、読んでいただいてありがとうございました、はい、ハッピーワンから金浜さん施設長とそしてギマさんでした。それではトップインタビューお時間でございます。参加してくれた宮さん大塚健二さんごめんなさい最後コメント読めなくて、実際に、ね金山さんにも読んでいただきますのでこの後、はい、また来週楽しみにしてください。それでは皆さんまた来週さよなら。ありがとうございました。ありがとうございました。いやよかった。